皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。真実を求めて運命更新、ゴーストトリック実況プレイパート61。見てわかる通り、前回実はシセルは猫だったみたいなことが判明いたしました。しかもその猫はただの猫ではなく、10年間孤独と戦い続けたヨミエと共にあった相棒だったみたいな流れだったんですけれど、今回詳しいことを聞いてみたいと思います。でね、今までずっとヨミエルの声だったので、シセルはちょっと声変えようかなと思います。子猫らしいので、あんなガラガラ声の子猫は嫌だなと。やっと思い出したようだ。10年前、私はこの公園に迷い込んだ子猫だった。この世界に一人ぼっちで、あまりにも弱い存在。止まれ！この猫がシセルだったわけですね。誰か僕を見て。なんだ子猫くん、そんなとこにいると怪我するぞ。そして運命更新される前、ヨミエルが死んでいた場合ですね。これはお願い、僕に手を差し伸べて。あの時の俺はまさに死んだばかりだった。命も記憶も何もかも全てを失って、体はもう動かない。それでも手を伸ばした。死者の力の手か。次の瞬間、俺の魂は黒い子猫に移っていた。俺は自分が誰なのかも忘れ果てたまま、しばらく猫としてお前と生きることになった。死んですぐは気絶してて、起きても記憶が曖昧だからか。やがて男は自らの記憶を取り戻して、私は子猫に戻った。そして男は自らの体を取り戻した。霊安室からいなくなった死体、俺は死体安置室から亡骸を取り返した。こんな俺にもどうしてももう一度会いたい人がいたからだ。俺は自分の体を操って彼女の家へ急いだ。おお、彼女がいたのか、ヨミエル。まあ売れっ子のシステムエンジニアだったらいてもおかしくないか。しかしほんの少しだけ遅かった。俺とすれ違うように彼女はこの世を去っていた。ヨミエルに会いに行きます、そう書き残して。つまり後追い自殺か何かしたってことでしょうか。だからか、大切なものを失う苦しみを味わうべきだって復讐を考えたのは。男は私をシセルと呼ぶようになった。それは彼がその命と共に失った大切な何かの名前だった。彼女の名前がシセルだったのかな。フィアンセ。男は一度そんな言葉を口にしたが、
私にはそれが何のことかわかるはずもなかった。猫だもんね。私にとって幸せな10年だった。しかし男にとってはそうではなかった。私はそれを見ていることしかできなかった。10年間行くあてもなく俺は闇の中を歩き続けた。時の流れは次第に俺の力を変えていった。最初は小さな命や物しか操れなかった。それがいつしか人を操れるようになった時、俺の中の闇は濃くなり次第に歪み始めた。復讐を考えるんだね、この時ぐらいに。だから俺は光を求めた。歪んだ偽物の光を。それがあのテクノロジーの進んだ国で自分を再誕させることだったのかな。彼女への復讐が完了したとき、その光が見える。そう信じようとしていた。俺は俺自身を葬ってあの現場から立ち去った。あのカバンの中、猫そういえば出てきましたね。監視カメラに映ってた。これなんか死体がここで殺されたのに下の方の階に落ちてたのはなんでだっていう風になった時に、運命更新する前はドキンガンのジーゴが蹴り落としてたんですけど、運命更新した後はこの猫ちゃんがカバンから出てきた反動でさっきみたいに落ちたんですよね。黒猫。あの時シセルにはこの俺が取り付いていた。俺の亡骸が歩き出したら殺人事件にならないからな。だから相棒の体を拝借したわけか。そしてここから移動したと。シセルは今夜あのカバンの中にいた。相棒をこの国に置いていく気はなかったからな。カバンに入れた状態で一緒に国外逃亡する予定だったんですね。しかしあいつの体に取り付いた時、俺はとんでもないことに気がついたんだ。とんでもないこと？カバンの中のシセルは死んでいたのさ。なんだと？あの時俺は彼女を操りきれなかった。一発目それで外しちゃったんですよね。弾丸はターゲットから外れたように見えた。ターゲットはつまり自分自身、ヨミエル自身ですね。しかしそうじゃなかった。その弾丸は命中していたわけだな。シセルが入っていたあのカバンに。そういうことか。そう、あの瞬間私は命を失ったのだ。アシュタールの放つあのざわめくオーラの中で。
ゴミ捨て場に他に死体がなかったのは、その死体に乗り移ってヨミエルが移動したから。だから唯一の死体である赤スーツの男を自分だと勘違いした。そしてゴミ捨て場にアスタールがなかったのに、シセル自身が死者の力を得たのはヨミエルの体のアスタールのオーラに。なるほど、そういうことだったんですね。つながってきましたね。そして私は死者の力を手に入れた。今ならばわかるような気がする。なぜこの私だけが記憶を取り戻せなかったのか。私はあの亡骸が自分だと思い込んでいた。あの時亡骸はそれしかないように見えたからだ。しかしそうではなかった。その後ろに本当の死は埋もれていたのだ。そういえばあんたは言っていたな。今夜リンネを助けた私の存在に気づいていたと。それならばなぜそれを止めようとしなかったのだ。簡単な話さ。たとえ止めたくても俺にはできなかったんだ。どういうことだ。覚えているか、力の個人差の話を。俺は聖者から死者まであらゆるものを操る。しかしお前にできて俺にはできないこともある。まさか。過去に戻る、ましてや死の運命を変えるなんて。もしも俺にそんなことができるのならば、俺はまずお前の命を助けたさ。それに10年前彼女の死を放っておくわけがないだろう。しかしあんたは今10年前の過去にいるが。それはお前の力さ。俺はただ連れてこられただけだよ。じゃあこの猫のシセルと人間のヨミエル両方が揃って初めてこの未来は成り立ったんですね。もちろんミサイルもだけど。ともあれ、これで全ての始まり、その運命は大きく変わった。君の死の運命も、子猫のシセル君の運命も、そしてきっと君の愛する人の死も。ああ、そのようだな。これが最後の運命の更新。更新完了。すべてがつながって、なんか気持ちのすっきりいく更新ですね。ヨミエル、君の復讐はこれで失敗に終わったわけだな。ああそうだな、ありがたいことに。まだ続きがあるのかな。誰だこれ、緑の文字。女の人かな、言葉からして。今なら少しだけわかる気がするの。あ、違う、これあれだ、リンネの言葉だ。今なら少しだけわかる気がするの。あなたがこの10年間どんな気持ちでいたのか。
潜水艦の中に取り残された時に言ってましたね、このセリフ。俺のために彼女は涙を流してくれた。あの時、俺の復讐は終わった。彼女はこの俺を闇から救ってくれたんだ。それでは、そろそろ戻るとしようか。たった今、新しい10年後が生まれた。俺たちがこれから戻るべき現在か。僕、早くリンネ様たちに会いたくてたまりませんとも。今までの10年間は、これで全て消失する。いや、全てじゃないさ。ここにいる俺たちの記憶だけは消えない。俺がやってしまったこと、その罪の記憶もな。そいつが死者のルールというわけか。そして俺は、その理由はどうあれ、少女を人質にとって銃を向けてしまったんだ。許されない、最も重い罪。そこから逃げるつもりはないさ。なあ、シセル。なんだろうか。こうして今、俺たちの運命は変わった。俺とお前はこの日、出会わなかったことになる。だから最後に、これだけ言わせてくれ。今夜、俺はこの手で、君の命を奪ってしまった。リンネの体を操って。本当にすまなかった。それはもう失われた過去の話だ。運命は変わった。そうだろうよ、見える。そうだな。君に会えて本当によかったよ、シセル。私もだ、ヨミエル。シセルさん、僕たちもここでお別れなのでしょうか。そんなの僕嫌ですとも。ミサイル、きっとまた会えるだろう。10年後、運命は必ずすれ違う。それまでしばしのお別れだな。僕絶対にシセルさんのこと忘れませんとも。私も忘れることはないだろう、勇ましき小動物くん。今はシセルも小動物くんなんだけどな。それじゃあ帰るとしようか、クラネコくん。どうやら君はこの俺が連れて帰ったみたいだからな。ああ、そのようだな。これからよろしく頼む、ジョード刑事。こうして私たちは新しい始まりの誕生を目撃した。そして今、それぞれの現在へと帰っていく。動画時間がやばいのですが、すごく中途半端ですけど、ここで一度ブツッと区切りたいと思います。すいません、変なところで切って。多分このまま次回あたりエンディングになると思います。今回ここまでご視聴くださってありがとうございました。多分次回が最終回になるんじゃないかなと思うので、もしよかったらまた見てください。それでは。3人は誰、君の答え口。